年生の南です。3年生学級委員長の修羅です。3年生のカレンです。私が起業を目指していて焼肉屋をオープンしたいっていう思いがあるんですけど、それを実際に起業している2人とマータン先生と井上先生にいろんな質問をしてご指導を受けるという就職でした。とっても高校生でまだ起業してなくてすごく考えられてるなっていうのも思って、あと飲食店を経営したいっていう思いがすごい伝わってきました。焼肉屋でアルバイトをずっとしてて、それ焼肉屋でバイトしていくにつれて、まあ、焼肉屋やりたいなと思って今回焼肉屋選びました。南のアルバイトしてるお店にも行かせてもらって、すっごいね、人気者でめっちゃ人気のは有限と行きました。西麻布、はい、本館行ってきました。今回の収録はこれから起業したい人だったりとか、まだいろいろ学んでみたいことがある方はこの放送をぜひ見て学んでほしいです。ためになることばっかりで、自分はまだ高校生なので、高校生じゃ絶対にこんなこと学ばないっていうことまでいろいろ知れると思うので、ぜひ皆さんに見てほしいです。私もまだ経営したばかりで知らないこともたくさんあるので、この番組でたくさん学んだのでそれに生かしたらなって思います。楽しい放送になってます。はい、見てください。3年生のりなです。3年生のれいかです。ちゃんと関わる企画だったんですけど、結構探偵さんの話の内容が深くて難しかったです。なんかやっぱドラマとかでしか見たことなかったから、うん、改めてこうちゃんとお会いして話聞けて貴重な経験になりました。なんか思ったより怖かったよね、見た目が。怖かった。もう入ってきた瞬間からもううわっと思って。探偵って目立っちゃいけないのに目立ちそうな見た目わかるっていうか、盗聴器とか家にないかあるかみたいな。一人暮らしする時とかに住む前に盗聴されてるかどうか調べてもらうっていう、女の子だったら多分怖いから一人暮らしするのが、だからそれかな。やっぱ探偵業ってあの身近にないものなんで、この、 あの番組を見てもらってさらに深く探偵のことを知ってもらって、ぜひ自分に有効に使ってもらえればなって思います。あの探偵さんよかったら使ってください